戦前の日本でよく用いられたかき氷を主とする評価専用のガラス機である。明治中期以降に初めて製造された。その後の普及とともに氷骨布の故障も生まれ、昭和初期までの期間に技法、文様において独特の発達を遂げた。戦後は生活の西洋化とともに湾型の器が主流となり、シャーベットグラスと呼ばれ、 器の文様もエナメルプリントが多用されるなど変化していった。これらのことから現代では氷コップと呼ぶ場合には一般に骨董の用語として戦前のものを指す故障として用いられる。ただし故障としては材質や形状にかかわらずかき氷の器の故障として現在も用いられることがある。素材は主にソーダ石灰ガラスが用いられている。透ガラス以外に 様々な色ガラスも単独、または組み合わせて用いられた。紫外線を当てると着色剤として用いられた裏ンや、その他の不純物による緑色の傾向を示すものも多く見られる。製法としては、チューブ機、傾き、プレスが用いられた。ただし、カップの部分とステムフットの部分で別の製法を用いたハイブリッドのものも生産された。形状は、 氷を入れるカップの部分とステムフットの部分からなる。氷皿や三つ豆用の小鉢についても講義に、氷コップという呼び方が用いられている場合も見受けられるが、昭和初期の佐々木ガラスのカタログでは、ステムフット付けのもののみを氷コツプと呼んでいた。カップの部分の形状によって、夏目型、ワン型、ラッパ型、リン型等に分類される。サイズは、 各形状ごとにおおよそ同じである。形状以外の衣装において、特に手吹きの氷コップの衣装については、パーツにより異なる色ガラスを用いたり、カップの部分に文様を施すなど、変化に富んでいる。これは、日本の大正時代頃の様々なガラス製品にも見られるが、特に氷コップや三つ豆鉢に顕著である。カップの部分に施された文様としては、 使用される技法により実現されたものと、オパルセントグラスによる炙り出し技法を使って様々な文様を描いたものがある。文様を描くのに使用されたガラスの技法としては、中武器製のものについては、炙り出し、ぼかし、かき上げ、マーブル、吹雪、き、色吹雪、き、筋巻き、糸巻き、増眼、飛線、色かぶせなどがあり、単独、または組み合わせて使用された。 型吹き製やプレス製のものでは、主にレリーフによって様々な文様が描かれた。オパルセントグラスを用いた炙り出し技法を用いて、描かれた文様には、伝統的な縄の文様が多く用いられ、その種類は多い。市松、水玉、玉だれ、尻尾つなぎ、輪つなぎ、かごめ、鱗、ろ万字くずし、十字がすり、きっこう、びしゃもんきっこう、やばね、 梅鉢門といった着物等に用いられた模様や、具象模様として、蝶と、勝部、王花、並千鳥、柳に縁などがある。氷コップの歴史からは、食文化の発展に伴う食器としての発達以外に、その背景にある製氷技術の発達、ガラス材料や製法の発達など、技術的な側面、氷コップの製法と需要の関わり、 衣装にはその時代の流行を見出すことができる。明治時代氷水屋が始まり、またガラス機の製造において除霊の技術が導入された明治初期より氷水には汎用の水飲みコップや足つきコップなどのガラスの器が多く使われ始めたが氷水専用のガラスの器が現れた時期は明らかではない。明治中期頃には西洋より輸入されたガラスのテーブルウェアセットが 模倣され、国産では初期の氷菓子専用のガラス機といえるシャーベットグラスが生産されている。明治末には製氷技術の発達に伴って屋台からディナーまで様々な氷菓子が普及しており、氷菓子専用の器が発達した。かき氷についても明治末までに足つきコップから発展した夏目型や輪型、西洋のシャーベットグラスに似た。 湾系の中武器の氷コップが登場した。また、金で発色させる金赤による公園のぼかしが施されたものが現れたとされる。大正時代、大正の初めには都市部を中心に氷水店では専用のコップが極普通に使われるようになった。1920年代後半には、ウランガラスによる黄色、緑色を含む様々な色ガラスにより、 当時の錦絵や引き札を思わせるような鮮やかな色彩も用いられるようになった。また文様もオパールセントガラスによる炙り出し技法や他の様々なガラス技法を応用したものが出始めている。形状はラッパ型の氷コップも見られるようになった。一方、製法については大正初期には中武器と比べて倍額ほどしたプレスの氷コップが大正末には 中武器の半額程度にまで値下がりしている。量産に適したプレスの普及が伺える。佐々木ガラスの英文のカタログにはアイスカップとしてプレスの容器が掲載されているが、炙り出し等による文様を施した中武器の氷コップは掲載されていない。炙り出し等による文様を持つ氷コップは国内需要向けであったと考えられる。昭和時代戦前1930年代には、 エナメルガラスによる黒足のグラスが流行したが、この流行はワン型やナツメ型の氷コップにも取り入れられた。一方、リン型やラッパ型への黒足の使用は同型状のアイスクリームコップやグラスには見られるが、氷コップではほとんど普及していない。昭和時代戦後から現代、第二次世界大戦直前の製造、販売は中断した可能性があるが、 戦後の1965年頃までは炙り出し、塔による文様を施した中ブ器の氷コップの製造が続けられてきた。しかし戦後になると量産性が重要となり、製造方法としては、プレス、衣装もプレスで表現が可能なレリーフや生産性の高いエナメルプリントが主流となっていった。従来の中ブ器の氷コップは、プレスのものに、 主役の座を譲ることとなったが、逆に魅力あるものが失われることで次第に収集の対象となる。その後も、現在まで少ない量ではあるが、一部のガラス工房やガラス会社、問屋が復刻品として、あるいは悪意のものによる骨董品の偽物として、炙り出しやぼかしなどによる文様を施した氷コップが製造、販売され続けている。 戦前の氷コップメーカーとしては、佐々木ガラスが、カタログなどから確認されているが、雑器であるが、u 無数のメーカーやトン屋が存在していたと、考えられる。明治、大正のガラス1994、19ページに、東京で最も早く、炙り出しを用いたのは、亀戸の宮崎ガラスであったと記されている。宮崎ガラスの炙り出しの技術は、滝葉ガラスに受け継がれたが、 現在は廃業。現在では、東洋佐々木ガラスのほか、東京のトンヤヒロタガラスが新たに企画、販売している。学術的な研究はほとんど進んでいない。氷コップ専門の書籍としては、282種の氷コップを写真掲載している高橋武氏の著書、氷コップの夢世界が挙げられる。また、和ガラスを紹介した書籍にも多くの氷コップを、 掲載したものがある。ありがとうございます。